極楽クイズ。どうも極楽クイズです。極楽元気。そうもうちょっと前ですけど、いや TBS でもドラマになった、ドロドロなやつ、はいはいはい、そうですそれの作者でもあります。作品も有名ですよ、はい、でもねまだ有名なことあるんです。この人の功績は大食い、その日本人初の日本人初の大食い、ジャイアントシロだとか載せるわかんじゃん、そんなやった、ね、えだからアスファルトの道路を初めて舗装した人とか、それぐらいのレベルですか。お前そんな人、お前真珠夫人書くか。いや、そうなんだ。なんか作った。そう。こけし。日本で初めてこけ。まあそうやったらここもうちょっとこけしの街になってんじゃん。せやな。あ、そうか。これ作家ですよ。作品もそうですけども。ノーベル化学賞を作ったとか。ノーベル言うとるやろ。え、お、でもね。この作家の作え、なかなかいい選手。ほら。え、あ、だからなんかそういう賞。直木賞。おお。え、ほんまに？初めて直木賞を取った人。あ、違う。直木賞という賞を作った人。そういうことじゃない。正解でございます。なんかでも直木賞だけですか？え、もうあとは芥川賞と。あー、すごい。あ、はい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 。あとは何賞がある？手塚治虫賞。いや、あのね、まあ。そういう直木賞。待て。このトントンやで、滑ってんのは。滑ってんのはトントンやで。でもすごくないですか、その二つも。俺結構当ててるやんけど。むっちゃすごい、むっちゃすごい。それともう一つね、まあ、いわゆる雑誌で文芸春秋あるじゃないですか。あれの創刊者も。えー、うん、なるほど。なかなか時代を作った人ですね、じゃあ。そうなんですよね。